はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、こちら東京ディズニーシーに来てるんですけれども、今からですねトランジットスチーマーグリーティングがですねやってくるんですが、今日はねジョマジが一番おすすめする一番ねよく見える場所をですねご紹介していきたいと思います。それがね今ここなんですよ、はい、ここねどこかっていうと、後ろにですね海洋生物研究所があるんですけれども、そのね近くでございます。はい、詳しい場所こちらですね。ここがね海洋生物研究所シーライダーですね。でここがアクアトピアです。で真隣にですねサーチライトがあります。はい、ここのですね一番中央の部分、ここから見るとですねめちゃくちゃよく見えます。それではねもうそろそろ始まりますからね、実際に見てみましょうか。すぐそこにねあの水門があるところですね。それでは早速やってきましたんで見てみましょうか。どのぐらい見れるのかご覧ください。向こうに来るところからずっとね追っていけるんですよ、ここの場所。なのでねもう一番おすすめの場所です。ちなみにここの灯台のあたりとかね、この辺も見れるっちゃ見れるんですけども、ここら辺の木が邪魔なんですよ。あとねここにも石がありますので追っていけないんですね、はい、なのでねもうジョマジがおすすめするのここですから、今度ねもし皆さん来たら見てみてください。やってきました。こんな感じです。すごいでしょ、ここ。このねトランジットはもうほんと素通りなんで、場所によっては10秒ぐらいで通り過ぎちゃうんですけれども、でここだったらねここからカーブするところから向こうのねカーブするところまで全部見れるんですよ、ここ。なのでねもうめちゃくちゃおすすめな場所なので、ぜひぜひ皆さんここで見てみてください。ただですねこのシーライダーが混んでる時はですね、ここまでシーライダーの旧来に来てしまいますので、そこはねご注意いただければと思います。ということで今日はですねトランジットスチーマーグリーティング一番見やすい場所をご紹介させていただきました。もう一回言いますね、ここがシーライダー、そしてアクアトピア、その後ろにですねここサーチライトのところがあるんですが、ここのね真後ろでございます。ここねめっちゃ見えますからね、ぜひご覧いただければと思います。それでは今日はこれで終わりにしましょう。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。